今夜はどんな素敵な人に会えるかな。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは。時刻は午後6時を回りました。風変わる5月もね、もう少しとなってしまいましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組小倉浩二の今夜も素敵な人とでですね、毎回私オグリンことシャンソン歌手の小倉浩二が、素敵なゲストをですねスタジオにお迎えしまして、人生を楽しむコツなどをね伺っていきます。最後までねごゆっくりとご覧ください。さてですけれども、今月はね18日に、東京の、ね、北参道のグレープス北参道で小倉浩二バースデーコンサート in 東京を、そして翌ね19日には甲府市中央のコットンクラブで、小倉浩二バースデーコンサート in 山梨をね開かせていただきました。お忙しい中ねお越しいただいた皆様には改めてこの場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございました。そして明日26日のね午後2時からは大阪の地下鉄心斎橋駅からね徒歩5分の場所にありますアートクラブで小倉浩二バースデーコンサート in 大阪を開きます。お時間をいただけます方ね、ぜひお越しいただきたいと思います。ゲストにはですね角田芳弘さんをねお迎えして楽しいコンサートにします。ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、今回も番組にはたくさんの方からねイラストやメッセージをいただいています。まずはねうさぴょんさんからいただいたイラストを紹介しましょう。もう今日のねゲストの浅草忍び、ね、舞台のシャドウの頭上野玲二さんがねかっこよく忍術を披露してましたね。私が司会をしてるんでしょうか、歌を歌ってるんでしょうかね。そしてねうさぴょんさんもね忍者に化けてますね、頑張ってますね。そんな素敵な絵をね送っていただきました。いつもね楽しい、ありがとうございます。そしてですね福岡のステラおばさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。4月の放送を拝見しました。ゲストは役者の白洲恵子さん。役者ではなく役者だけではなく朗読や脚本演出も手掛け、今は映画監督もされているということで多彩な方でした。今後の活動が楽しみですというねメッセージをいただきました。皆様ねこういうメッセージが励みになりますので、ぜひともね引き続きお待ちしております。ではまずメインのコーナーに行きましょう。今夜の素敵なゲスト。さてね、まずはメインコーナーの今夜も素敵な人からね、今夜の素敵なゲストからスタートです。このコーナーではジャンルを超えました、毎回に素晴らしいゲストをねスタジオにお迎えしまして、最近の活動や、人生を楽しむコツなどをね伺っていきます。今夜はですね浅草忍び舞台シャドウのね皆さんですけれどもね、入っていただいているんですよ。どうぞこちらにお越しください。えいえいえいね、まずは頭からいらっしゃいますかね。頭の上野玲二さんからねいらっしゃっていただきます。お忙しいところありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして、龍樹さんですね。そして翼さんとねこのメンバーでねお届けしたいと思いますけれども、お忙しい中皆さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。なんか怪しい人たちにかかる怖いんだけど、そんなのな怖い感じだからなんかね大丈夫ですかね。私も、ね、忍んでますから忍んでどう全然忍んでないんですけどもそしてもう今日なんか乗っ取られちゃって、後ろに赤いシャドウって本当乗っ取られちゃって、私がこんな端っこにここにちょこっといるような感じですけどもね、そういう日があってもいいのかと思いますけどもね。もう今日は、ね、乗っ取っちゃってね、ぜひ乗っ取っていただきたいと思いますけどもね。皆さんどちら頭はまずどちらのご出身ですか。僕は浅草ですね。はい、もう本当に本当にもう浅草、ね、浅草ですね。まあ、見た感じそんな感じがしたんですけど、まあ、目しか今日は見えませんけど、そうそう、浅草ね、浅草の貴公子って言われてます。あ、そうなんですか。私もシャンソン界の貴公子と呼ばれてますけどね。龍樹さんどちらですか。僕福岡の小倉っていう北九州市の小倉。あ、育ちは筑豊の田川っていう炭鉱町ですね。なんかね小倉って言うとちょっとやんちゃな感じがするけどそうですね、血の毛が荒い感じ血の毛が荒い感じそういう意味でも忍者にぴったしなんですかね。そうですね、忍ばないといけない。荒かったらダメよ忍者そうですよね、平和な忍者で、平和な忍者ね。翼さんはどちらに。ちょっとやんちゃから平和になりました。横浜の。あ、横浜で、はい、
いいですね、育ちがなんかこう忍者というよりなんかねちょっと洋風な感じが、シティボーイ、あ、シティボーイですね。横浜はシティボーイだと、はい、十分シティボーイ、あ、それ頭が一番忍者として長いと思うんですけれども、はい、なんか何年ぐらいやってらっしゃるんですかね。僕でちょうどそうですね、うん、10年超えたあたりですね。意外に短く、もっとやってなんかずっとうまくやってるから、やってないですよ、やってないですよ、もう、まあ、目しか見えないからお年がね分からないんですけれども、10年ですね。10年ですか、はい、皆さんは。僕もそうですね、頭のところでお世話になり始めて、まあ、もうすぐで2年になるかなっていう時ですね。2年ですか、はい、そうですね、私も龍騎とほぼ同じく2年になってます。ね、でも忍者って言うと結構難しそうな気がするんですけどもね、なんでそんなものに憧れようなんていうのかしらあったんですか。僕の場合正直言って、はい、まあ、芸能も含めてなんですけども、うん、忍者になりたいとか、ええ、忍者に憧れてたっていうのは、ない、実は一切なくて一切なくてどうしてとあることがありましてとあること、はい、その、まあ、忍者を、その当時は忍者ではないですから、うん、まあ、忍者をこう演じるというか、まあ、出し物の一つとしてやらなきゃいけなくなったきっかけがありまして、うん、でそれがある日突然その世界の YouTuber さんだったりとか、うん、まあ、テレビだったりとかに、うん、スポーンとそこだけでパ抜かれちゃって、で問い合わせが来ちゃって、でこう、まあ、どっちかとやらざるを得なくなっ、逃げられなくなっちゃった、で、で死ぬのでいられなくなっちゃった、だんだん本格化してきちゃったんで、で当然僕その当時はですよ、その当時は忍者の二の字も全く分かんない、本当ハットリ君ぐらいしか分かんなかったんで、うん、じゃあこれはいよいよってなったんで、そっからきちんと忍者の勉強をして、で、まあ、日本全国でその忍びというなりわいをしてらっしゃる方々のところに全部行って、見て、で仲間が集まってきて、はい、で、まあ、正直この忍者でこうね、そう生活をしていくっていう仕事として芸能としてっていうのって想像がつかなかったんで、まあ、こんなことはまあそういうブームで1回2回で終わるんじゃないかなと思ってたら、どんどん仕事で増えちゃって、よかったじゃない。でメンバーの方もどんどん増えちゃってで今に至るって感じですね。最初は1人だったんですか。何人ぐらいでやったんですか。最初僕1人であれしたんで、1人でさすがに忍者っていうのもあれなんで、まあ僕もともと格闘技とか武道やってたんで、でそこの知り合いを通してちょっと運動神経良さそうなのを 2,3 人貸せって言って、そこから引っ張ってきて、そして無理くりその黒い格好させてっていう、だんだん名前も何もなかったんです。それが僕なんかの走りですね、はい、でも実際にねそういう忍者の本格的な方見て変わったんじゃないですか、ね、意識っていうのもどうだったんですかね。いろんなところ行かれたんですね。そうですね、だから奥が深いなっていうのは実のところですよね、うん、やっぱり皆さんそうだと思うんですけど、うん、はい、忍者ってやっぱりそのテレビの世界だったりとかアニメーションの世界、うん、まあ、僕も当然、そういうとこをこうしか知らないじゃないですか、はい、うんうん、でも実際忍びっていうのは生業としてやっていくとなると、はい、全く違うでしょ。もう本当に解釈、僕ら知らないことがすごく多いですし、でそれも勉強しながらうちらのやらせてもらってるって感じですね。例えばどんなところがびっくりしましたかね。まず今この忍者衣装ですよね、はい、そもそもこの格好しないんですよね。あ、しないないんです。じゃあどういう格好してるの。ね、農民、お百姓さんの格好か旅芸人。あ、まあ、そうですね、だってこんなの目立っちゃう、目立っちゃいますもんね、逆にね。まあ、夜じゃ見えないかもしれないけど、ね、だから夜とかそのごく一部限られた時に黒装束着てたっていうのはあるらしいんですけども、うんうん、これはその江戸時代も忍びがもう必要なくなっちゃって、うん、娯楽が流行りだしましたよね、戦国の世は、はい、歌舞伎だったりとか、うん、黒子さんって言いますよね、はい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 、あれがこう忍んでるんで、どうも忍者のイメージって、そっから忍者イコール黒い格好って意識、認識が今こうついちゃったっていうところなんですよね。なるほどね。でも時代劇のイメージだとこう天井の裏にいたりとかそういうこともそれはあった。床下天井裏はあったらしいですね、らしい。あと手裏剣は投げないんだよっていうのはびっくりしましたね。投げない。投げません。何するんですか手裏剣。手裏剣って手の裏の剣って書きますよね、だこういう小刀にしたり工具にしたりで、一説によるとお侍さんの刀って、うん、
侍ですから刀鍛冶とかに行って、侍です刀打ってくださいってできますけど、手裏剣って忍者です手裏剣打ってくださいってないじゃないですか。まあそうですよね。そうすると各とこで自分たちの手作りのものになるんですね。そうです、ね、そうすると、はい、その手裏剣を置いてきちゃうと、なんか置いてきちゃうと、うん、どこの忍びかが分かっちゃうんです。足跡がつかしそこ残してきちゃうん で、でたまにどうしようもない時に投げてくることはあるらしかったんですけど、実際の時は手裏剣投げないですね。びっくりですね。そんなであとこうよくやるじゃないですか、うんうん、あれも絶対ないです。あれあの量を持ってあれたらリュックサックですよね。せいぜい2、3枚ですね。誰がそういう演出しちゃったんですか。そうですね、映画が。そうですね、であれどこに入れてんのかなって。そういうのがまあいろいろ後で忍者を僕らが初めて、まあ、気づかされたことですね。なるほどね。そんな龍樹さんと翼さんのどういうところで忍者になろうとかそういうのはあったんですか。憧れみたいなのはそういうイメージじゃないんですか。そう、気がつけば忍者になってたっていう。気がつけば、気がつけば。そう、僕もやっぱ体を動かすことがすごく好きで、スポーツとかをずっとやってきたんですけど、やっぱこう、やっぱ演劇って役者をやったことをきっかけに、そういう盾とかを学ぶようなきっかけを与えてもらえて、で頭と出会って忍者の団体でお世話になったっていうのが僕のいきさつなんですけど。もともと役者さんだったんですか。そうですね、もともと役者を目指して上京してきたっていうのが、うんうん、のやっぱこう性に合うというか、やっぱ本当に楽しくて、うん、何よりやっぱその頭の人柄というか、あとはこう一緒に頑張ってる仲間の人柄が皆さんいいので、やっぱ楽しく。頭とはどこであったんですか最初は。そうですね、稽古場ですね最初。僕がある方に頼まれて、うんうん、はい、まあそういうあれアクションの舞台かなんかやるっていう。そうですね、まだ本決まりではなかったんですけど、でそこのこういう子たちの指導してくれって、その演出プロデューサーの方に呼ばれて、で教えに行った、刀さばきだったりとか、その体術かアクションを教えに行ったとこにいた一人だったんです、うん、全くやったことがなくて、で頭を見た瞬間に、なんだこのオーラのある人はっていう、ビビッと来ました。ビビッと。ビビッと今日もビビッと来ちゃいましたけど、私もね。すぐ声をかけて、教えてくださいっていう。そしたらもうすぐ教えてくれて、そこからどんどんハマっていったっていう感じですね。役者より忍者の方がいい。今、そうですね。忍者やっぱ楽しいですね。役者ももちろん、自分は楽しいもの、職業ですけど、やっぱ今僕は忍者として、やっぱ生きていくっていうのがすごく性に合ってるというか、楽しくていい刺激をもらえてます。いいですね、さすが頭のおかげですけど、翼さんはどうしてこの道へ。ですね、私も頭とはプライベートで10年ぐらいですかね、はい、知り合ってきっかけにはなってるんですけれども、はい、まあ、私も、まあ、リュウチと同じく、まあ、役者もやってるんたんですけれども、うんうん、どちらかというと私はタレントよりでして、うん、まあ、昔その某テーマパーク、うん、まあ、夢の国なんですけど、はいはい、あちらでまあ演者をやったりとか、あとはもうダンス、まあ、リュウチも言わなかったけどダンスやってるんですけども、うん、まあ、そういった体を動かす点で私もすごくなんか合ってたなっていうことで、うん、なんかこの2年、やっぱさっき言った2年ぐらい前に頭から何かそういったお話をいただいた時に、うん、あ、これはこうそういうタイミングなんだなっていうのをなんか直感で感じまして、でやっていくうちにやはり私も、うん、やはり演じることもそうですが、なんか忍び、本当リアル忍びっていうとあれなんですけど、うんうん、結構いろんな仕事を実は今まで、うん、今もそうなんですけど してるので、うん、やはりさっきらが頭が言ったそのね、元々やっぱり農民であったりとか、うん、忍んで、そういった、忍びをしてたということでいうと、現代版のリアル忍びなのかなと。そうですね、舞台だけじゃなく。だから本当に私も本当にいいきっかけで、もう頭だったらもうそれ龍樹、まあ他のメンバーもいますけど、本当にいい出会えたなと今では感謝と楽しくやっております。はい、頭ね、このシャドウ影の道というこの忍び舞台ですけども、はい、いつ結成されたんですか。もうすぐにその忍者をやらざるを得なくなってから、もう予期せぬわーってオファーとか仕入れがあって、これも団体名なきゃどうしようもないだろうってことで、初めて1年ぐらいですね、うん、すぐですね、すぐです、もうすぐ。さすが行動が早いね、これで稼げると思ったんですね。いやその頃は、
はめられたな。なんかわけのわかんない忍術にかかっちゃった。最初だったらメンバーがそんなにいないでしょ。そうですね。だから本当にそれこそ知り合い通して、はい、まあ今うちのメンバーにも未だにそのまま残ってくれてるんですけど、うん、本当のバチバチの皆さんが知ってる映画に出てる、プロの本当に立石の子とか、そういう子たちが協力してやってくれたら、なぜか知らないけどその子たちがずっと居座ってるっていう。そう、未だにやってくれてる。ありがたいじゃん。今居心地の良さがある。そうですね。メンバー何人ぐらいいらっしゃるんですか。マックスで言うと20前後いるんですけど、常に、まあ、全部かなり減ったんですよ。まあ、常時動いてるのがマックスで12、3人から、うん、まあ、小さい会場だと5、6人で、はい、稽古なんかも結構厳しいんじゃないですかね。厳しいっていうか、やっぱそうですね、その厳しさっていうのが、うん、僕はどっちかと実践に任せる方なんで。あ、そうなんですか。こういうことをやりたいとかっていうのを、うん、この僕がこう押し付けるんじゃなくて、うん、こういうお題目を与えますよね、この現場こうだよ、お前らどうしたい、うんうん、でやっぱりその怒るとか厳しいって、例えばすごいウエイトトレーニングしたりとかっていうのは、うん、それは各自でやってくれと、はい、体作んなきゃいけない、うん、僕も当然ですけど、みんなでそれをやるってことはないんですよね、うんうん、であとは怪我ですよね。それが一番 ね、 そうですね、だからやっぱり技術しっかりしないと、そこは本当に大きなにつながるんで、そこぐらいですかね。頭厳しいですか。どうでしょう。冗談です。すごく楽しくて優しいっていうか、本当にそうですね。本当危ない時ですね。頭が本当声を荒げる時っていうのは、本当に危ない時、ことをした時ぐらいしかないので、それ以外は本当骨組みを作ってもらったものに対して、僕たちが肉付けをさせてもらえる練習もさせてくれるというか、体だけではなくですよ、構成とかも。なるほどね。でどうしたい、僕はこうしたい、あ、僕はこうしたいっていうのをみんなで話し合わせながらすり合わせていってるっていうのがすごく楽なんですよね。そういうものまで僕考えたら大変なんで、偉そうに言っといて実はやらせてる、うん、よくなんかショーとか見るとこう刀がぶつかってないとかそういうことあるけど、そうシャドウはどうなんですか、はい、刀がぶつかってないとか、それをなんかね、ぶつかってるように見せてるだけっていうのも結構あるけど、うちはあの、まあ、これがそうなんですけど、ええ、まあ模造刀の一種なんですけども、うん、これゼラ刀って金属の刀、うんうんうん、でうちはガッチンガッチンぶつけます。ちょっと結構危険ですよね。危険ですね。だからこれは本当に役者の世界でも賛否両論あるんですけども、うん、ここはもう本当にあそこはシャドウさんのやってることは危険だと、それで誰かを動かすぞっていうご意見もやっぱあったんですよ、うん、で今も多分あると思うんですけども、うん、そこで我々はでもそこはこだわりでリアリティを出したいっていう、ええ、で怪我をしないようにはやっぱり鍛錬なんですよね。やっぱり練習するしかない、うん、やっぱ安全策が取らなきゃいけないんですけど、見てくれるお客さんにやっぱクオリティを上げたい、うん、じゃあどうしなきゃいけないかって言ったら、そこで初めて練習なんだと思うんですよね。結構そこでもかなり真剣にやらないとね、もう本当に気に入れないですね、はい、そこだけはもう間違えたら、ね、本当に危ないですもんね。で武器も本当にこの刀だけじゃないんで、うん、例えば粘着を使って緑尺を使ったり、トンファー使ったりっていうのは全部そのプラスチックとか模造品ではないので、それまでね、そうですね、大変ですよね。ちょっとここでね、ちょっと映像を見ましょう、どんなことをされてるかね、出していただいていいですかね。これはこれはなんか動いてるんですか、それともなんかここでポーズを決めてる。これは最後のフィニッシュ、フィニッシュね。はいはい。なんか動画の方もあったらね、見せてくれもらえるとですね。ありがとうございます。動画みたいですよね、決めポーズも。かっこいいですね、カシラ。カシラ。カシラ。いいね、カシラ。なんかカタカナで書かれちゃうと、俺焼き鳥屋の名前。美味しそう。時間はそうですね、もう見てないでも頭って書かれるのもなんか、ね、感じで頭って書かれるのも難しいですね。これは何して。これが陰を踏んでるところです。これが一番最初の。そうですね、いろんなパターンでやるんですけど、うんうんうん、
ここはどこで公演されてるんですかね。これはリリオホールさん。あ、出てきたね、いろんな人たち。まだ僕何ヶ月目かぐらいの時ですよね。でかいところでどんどんやらせるって僕なんで、うん、でもありがたいことですね。だからできないからやらせないってことがないんで、うん、大体場所って、公演の場所ってどの辺に行かれるんですか。全国僕らはもう出演依頼があればもうどんなところにやるんですか、うん、だから遠いところだと遠いっていうか、本当立ち上げで4年目ぐらいでもハワイながら思わないで1週間ちゃんと公演やってた。すごいですね。もう本当にこういう綺麗な会場から本当ね、地べたで砂利だらけのところで、ええ、公園の一角とかでももう依頼があればどこでも行っちゃうよ、ね、こういう演舞というかショーでお客さん見てほしいというのはどの辺を見てほしいですかね。一番こうそうですね、その技術とかテクニックっていうよりも、うん、まあ、これは今こういうところでこの出し物なんですけども、うん、まあ本当忍者とはってとこですよね。いろんな見せ方するんで、うん、そうですね。でこの2人がもともとスクールメイスの本当のプロの歌手で、郷さんも演歌手で今催眠坊って言って、でどうせ我々と一緒にあることをやりたいって言ったら、その催眠さんが「ランドリーと影の道」って我々のオリジナルの歌をすぐ作って、じゃあこれをどうやって見せようかと。忍者と歌唱を融合させてということ で、でこのパターンが今すごく評判が良くて、いいですね。新しい斬新な形ですね。そうですね。シャンソンと忍者どうでいいのかもしれないできると思いますね。そうだよね。だからやっぱりその殻を破ってしまえば、はい、どうとでもこう融合っていう形で新しい見せ方、令和の忍者としてっていうのもありだと思うんですよね。その伝統だったりとか切り口の着物っていうのをリスペクトした上で、新しい現代の忍者の見せ方っていうのは必要なんじゃないかな。ちゃんと音楽とね進行しますもんね。そうですね。苦労されてかしら、なかなかね、アイデアマンですね。そうですね。最初これ本当にこの歌に対しては僕一人で振り付けやってたんですよ。3人でやってた。ただどん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 こうみんなもやりたいっていうんで、もっと肉付けしていったら迫力あるんじゃないかなっていうことで。面白そうですね。でライトもねバンバンこう当たってて、なんか見応えがあるね。そうですね。ずっと見ていただいてくるんですけども、次のコーナー行っていいですか。私の歌もちょっと聞いていただかなきゃいけないかなと思いましてね。では次のコーナーに行きましょう。大人のたしなみ、シャンソンを聴こう。シャンソン。さてここからはですね、大人の音楽シャンソン感想をね聞いていただきます。このコーナーではシャンソンや感想のことを知らないという方のためにね、毎回豆知識を紹介していきます。上野さんもね、龍樹さんも翼さんもシャンソンとか感想の好きですか。ですね、触れる機会はでも少ないです。そうですね、なかなかないですね。でもあったのは確かなんかね、カイさんのイベントでなんか、ね、一番最初のね、あの時に聞いていただいたと思いますけどね。ありがとうございます。素晴らしい、素敵でした。褒め上手だね。今日はですね、シャンソン歌手の第一人者ピアフの、ね、歌から私が大好きなパダンパダンという曲を紹介しましょう。第二次世界大戦でパリがナチスドイツの、ね、占領下に置かれるという状況の中、27歳のピアフが、ユダヤ人の作曲家でピアニストのノルベルト・グランツベルクと恋に落ち、2年ほど一緒に暮らしたそうです。その彼が1943年に作曲したのがこのパダンパダンで、その後彼は偽名を使いながらナチスの手から逃げ来たそうですが、この曲が発表されたのは作曲から8年後の1951年になります。当時ピアフは最愛の恋人だったボクサーのマルセル・セルダンを飛行機事故で亡くし、薬物依存になっていました。その時にお蔵入りしていたパダンパダンの旋律が耳につきまとい眠れなかったそうです。ピアフはこの曲を歌えばきっと私は立ち直れるとレコーディングしたそうです。このパダンパダンという音ですけどもね、心臓の音または死の足音を意味しているそうです。では3月に秋葉原で開催した甲斐智明さんのイベントで歌った映像からピアフのパダンパダンをご覧ください。今宵も聞こえる
不気味なこの音、耳につきまとい心を狂わせる、あまりの苦しさに救いを求めて叫んでみるけれど、私の叫びを消し去る。数知れぬ罪の呪いの響きか、それとも誰かの恨みの仕打ちか、眠りの中にまで聞こえるこの音、私の耳元でお前も苦しめ悩めと。今夜の素敵なゲスト、はい、引き続きですね、今夜のゲストは浅草趣味舞台シャドウの、ね、頭上野玲二さん、そして、龍樹さん、そして翼さんの、ね、メンバーをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。公演場所の中心というのは浅草ですか？いや、浅草趣味舞台シャドウってつけたのが、うん、僕は浅草出身だからってことで、要は出演依頼があればもう国内外どこでもやります。定期的にここでしてるってとこはない？ないですね。あ、はい、まあ、最近だとあのやっぱり浅草地元で、うん、まあ、いろんなその浅草の、まあ、芸人さんとかの先輩方の方々とお付き合いもあるんで、うんうん、木馬亭さんなんかに呼ばれることが結構多くなってきてますね。私も来月出ますよ、浅草21世紀さんの歌のゲストで。あ、なるほど。同じとこでやってるんですね。あとは最近だとよくお呼びかかるのは、あの結構いろんな方が格闘技のイベントもそうなんですけど、歌い手さんの周年とかで、あの浅草歌劇場、はい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 、歌劇場さんの方に、結構なぜか知らないけど数増えたね。あそこにも格闘技のリングの上でやったりとか、リングの上で忍者ショーやってたりとか、あとそのね、まあ山口香織さん、はい、あ、山口香織さんじゃねえ、谷口剛さん、ね、谷口剛さんの、はい、あの周年の時に、私も入れて立ち回り、私と一緒にやって、僕なぜか谷さんに踏まれてますから、踏み付けられてるっていう、忍者ショーやったりとかっていうことも、まあ、そういうもんですよね。最終的になんか踏みたいと、踏まれたいと、俺は踏まれたかったなっていうのをやってましたね。もう二度と見られない、見られなかったね。俺が踏まれるってなんだけどな。ね、さて、で、本当ごその方たち、本当にそういう方たちからお声をかけていただけるようになったなっていうのを、正直今もまだピンときてないですよね。そうなんですか？来てないですね。なんか当たり前のようにたまにふって我に返ると、小さい頃とか若い頃に、はい、テレビの向こう側で見てた人たち、うん、あっていう人たちに今自分が声をかけてもらってそこでやってるって、ちょっと我に返ると不思議な感覚ですよね。そして自分が今テレビに出てる人も、そうですね、びっくりしますよね。
でもやっぱ頭のそういうねポリシーが皆さんに伝わってるんじゃないですかね。意外とあるようでないんだよ、うんうん、俺ね。さっきの話聞いてたらね、結構本当にこういろんな忍者のね調べたりとか。そうですね。っていうのは結局その忍者の具合にして、うんうん、一番やっちゃいけないんだろうな。これ何の世界でもそうだと思うんですけども、うん、こう知識なくなんか上っ面でやるのが、うん、こう他の忍者さんとかこれをなりわいにしてる人とか、うん、例えば日本の歴史だったりとかに対してすごく侮辱してて失礼なんじゃないかなと。でやるんであればやっぱりそれ相当の努力と知識っていうのはきちんとしないと、これ本当に失礼な話になると思うんですね。だからやるんであればもうそこもきちっとやりたかったっていうのが本音ですよね。結構昔いたんですか、忍者の人っていうのは。そうですね、いましたね。うん、時代がね、そういう時代、江戸時代まではいたんですよ。で、あ、現在もいるんですよ、ちゃんといるじゃないですか。ああ、そうですね。ただね、これね、結構よくその手の質問いただくんですけども本物の忍者いなくなったっていう、よく言われる方いるんですけど、じゃあ本物の忍者って何ぞやった話なんですよね。そうすると、例えばさっき言ったように諜報機関だったりとか、うん、情報収集だったり戦場に出たりとかっていう、うん、戦うとか情報を集めるって仕事としてスパイ活動するような忍者っていなくなったんですね、うん、じゃあ我々なんだと、じゃあアクターなのかとか作り物なのかっていうんでは実はなくて、うんうん、その文化とかその歴史を伝える、伝えて伝承していくっていう仕事に変わってるんですよね。で当時のことを経験させたり、うんうんうん、歴史としてきちんと忍者として残してる、うん、仕事の内容が変わっただけで、そういう意識を持って本当にあの伝統忍者団体の人たちがやってると思うんですね。だそれがその皆さんの会社で作り物なのか何なのかっていうと、その現代の忍者のあり方としてやってるっていう部分ですよね、うんうんうん。ね、柏はきっとなんか本が書けるんじゃないですか。いや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 、忍者についてね、確かね、武田信玄、私ね、山の出身だけど、はい、武田信玄はお坊さんをスパイとして送っていたみたいで、そうですね、京都にね。だからあの山伏とか、うん、あの無双とかっていうのもどっちかというと忍びの類に入るんですね。あ、なるほどね、はい。まあ、そういうね、忍者の生き様とかをこう、ね、いろいろ調べてどう思いますかね。その昔の人たちはそういう、ね、これ、ね、忍びで、いや、なんせ体力ありますよね、うん。で全国行脚じゃないですか、乗り物ないですね、ないですね、歩いて人の土地入ってって情報を持って、うん、でよく戦うイメージあるじゃないですか、うんうん、忍者って、うん、だってあんま戦わないんですね、忍者は。何してるんですか、諜報機関、ちょっと小ずるいとこがあって小ずるい、どんな風に小ずるい、お侍さんって結局、うん、侍ですから、うん、相手と切り合って命かけてでも、うん、うっかりしても自分の腹を裂いてでもってことなんですけど、うん、忍者それ絶対やらないんですよ。なんでかっていうと、うん、どんな手使ってでも生きて情報持って帰ってこないんだから。なるほどね。それが仕事なんで、だから忍術とか術って言われるのは実は小ずれい、小細工をして、なんとしてでも逃げ帰らなきゃな。なるほどね。まあ確かにそうだよ ね、 そうですね。煙の中で消えちゃうみたいなね、あると思うんですけど、ね、でにあのテレビでやってるようなこと忍術全部使うと、うん、相当な荷物の量になりますね。移動できない、ね、移動できないです。まあ、とか旅先にどんどん置いていくとかあるかもしれないけど、ね、そう思いかない。なんだろうね。だから結構本当の実在した忍者と、うん、今こう皆さんがアニメとかテレビであれしてるところの忍者っていうのはものすごいギャップがあると思うんですよ。そうですね、誰も知らないですもんね、そのことね。まさにそれを伝えるための人じゃないですか。なんせ忍者が本当に忍者の格好したら汚いですよ。汚い。だってお百姓さんの旅芸人で。ああ、そうだよ、ね、そうですよね。ビシッとした忍者いないですからね。それでステージに出てきたらどうなるんですか。でもあの伝え方としては、ものの歴史の伝え方としてそういう格好で、うん、そういうテイストのショーをやることもあります。あ、そうなんですか。あります。リアル忍者を体感してもらうと、本当に忍者を知ってもらうとためにそういうこともやる。やってけ、やった後で、まあその現代忍者風の我々皆さんがよくする忍者ショーっていうのを紐付けてって、うん、最後に歌でフィニッシュっていうのは大体僕たちのパターン、いろんな見せ方。確かにね、忍者ショーだけやってると飽きるってこともありますよね。そうなんですね。なんかこうチャンバラに近い感じがするじゃないですかね。でやっぱりそのパフォーマンス力があって、うん、演劇と違うんで、うん、
で短い間にパフォーマンスってことの中にストーリーを入れなきゃいけないんで、台本があって、うんうん、役があってセリフがあって物語を演じるってこともあるんですけども、うん、その本当に15分20分の尺の中で忍者を表現しなきゃいけない、うん、とパフォーマンス力勝負になって、うん、そこからずっと刀振り回しててずっと飛んだり跳ねたりしてるとやっぱりお客さん飽きちゃうんですよね。そこはもう工夫しながらみんなで考えて、やっぱり頭もいろんなところ行ってそういうの見たりするんですかね。しますね。やっぱりどんなところ見てるんですか。やっぱ僕はその、ね、うん、皆さんテクニックとかその作ってることとかっていうことも当然その、はい、忍びの方見るんですけども、僕やっぱり一番注目するのはお客さんですよね。お客さんがどういう目で見てるかと、うん、そのショーを、うんうんうん、でその反応で、うん、この反応弱いな、じゃあその反応の弱いとこ、この人たち何やってんのかなって、うん、どういうとこ反応が弱くなっちゃって、うん、どういうとこ盛り上がるのかなっていう、やっぱお客さんの反応ですよね。あ、そこをちゃんと研究して、そうですね、これを取り入れたらいいんじゃないかってことを考える、はい、そうですね。あの演者さんどうして、僕も演者というか忍びなんで、うんうん、忍びが忍びを見た時ってやっぱ技術力とかそういうとこだけしか見ないで、やっぱり、うん、僕らお客様がいらっしゃってそこでそういうことをやることをなりわいとしている忍者なんで、うん、やっぱりお客さんの反応ですよね。一番っていうのはどういうことをやったらお客さんって引き込まれるんだろうかっていう、まあ、本当にパフォーマンスの表現ですね。はい、なかなか最近インバウンドで外国の方が多いと思うんですけど、はい、言葉とか通じないじゃないですか。そういうのはどうされてるんですか。だから僕たちは言葉で逃げないパフォーマンス、はい、言葉で逃げない、逃げないですね。だからいやーとかとかってやってオラーとかって、うん、動きっていうのは結局あの万国共通じゃないですか。はい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 。だからどこの国のどんな人がどんなような状態で見ても、うん、今何をやってるのか分かるような表現の仕方を心がけてますね。ああ、それはでも難しいですよね。動きだけ難しいですね。どうチャップリンじゃないところ難しいですよね。当然ほら我々みたいなものを目指して来てくださる方って、ええ、忍者っていうものを見に来ますから、うん、忍者の予備知識はあると思うんです、うんうんうん、だからそこに対してちょっとびっくりさせるようなことを、知らなかったような忍者の動きもするっていうことで、うん、そこで成立はさせるようにしてますよね。例えば知らなかった動きってどんなのか。だからさっき言ったように、うん、まあ、飛んだり跳ねたり刀振り回したりっていうのは立派な忍者なんですが、爆戦したり、ところが一発目に本当に伝統忍者の方が鈴なら鈴で静かに音楽もないとこから入っていって、さっきご映像に見たあれが、いや、あれの前に別のパターンがあって、でそれできちんとした韻を踏んで、スーッかなで派手なことをやるわけでもなくて、刀もゆっくり振って、しかも本当に3メーターぐらいの刀を抜いたりとかっていう、本当にザンバ刀って馬を切るような刀を抜いたりして、静かにやったり極端にこう派手に飛んだり跳ねたりするんじゃなくて、これが忍びの入り口だってとこをストンと見せてから、徐々に徐々にこう派手なアクションに変えていって、最後は歌と融合させてってことで完結させることが多いですね。なるほど、どうですね。そうそう、見てる人もね、わかりますもんね。はい、お二人はどうですか、忍者になってみて、なんか今こういうことを 見てほしいとか、まあ、お客さんに感じてほしいなんてありますかね。まずそのやっぱ楽しんでほしいですね、うん、その僕たちがやってるパフォーマンスを見て、うん、そういう子供たちがさっきがの頭が話してたみたいに、うん、やっぱヒーローのように見てもらえるというか、うん、今アニメとか映画とかの影響も多分だいぶ大きいと思うんですけど、うん、やっぱそのかっこいい忍者でいたいっていう思いもありながら、僕はやっぱ目とか、目しかやっぱ表現ができる場所がないので、目とあと動き、刀のさばきとかを今鍛錬して練習してる最中です。いかがですか。そうですね、私ももう本当リュウキと同じ、楽しんでいただくのが一番だと思うんです。やっぱりその忍者って普通の役者と違ったり非日常だと思うんですよ、うん、あのインバウンドの外国の方もしっかり、子供さんにしっかり、だからそのやはり非日常をいかに楽しんでいただくかっていうのが、やはり我々、まあ、特に私もそうですけど、感じていただきたいというのが一番の思いです。素晴らしいまとめですね。さすがのね、頭の思いがちゃんと有望なお二人なんでしょ、このお二人が。そうですね、後で美味しいもの食べさせていただきます。いい話が聞けましたからね。ちょっとまた写真もね、あるので見ましょうよね。 ありがとうございます。これはどこですか。これこれは、全国の忍者ですね、はい、これ伊賀甲賀忍者フェスって言って、それこそ今ここに映っているのは伝統忍者、日本中の本当にトップクラスの忍者が集まって、上野の恩賜公園を基準にしてイベントがあるんですよ、はい、
それでこれはうちだけのメンバーじゃなくて、うん、よその本当に有名どころのプロ忍者の人たちが集まって、じゃあ一緒に写真撮りましょうってことで、はい、まあ、左に小無双の方もね、はい、そうですね、次の写真いいですかね、これはなんかすごいまたこうガラッと変わってパフォーマンス的な感じですね、ね、歌舞伎ロックスの宇治神一番さんと、ね、男によく呼ばれて和物絡みで、さっきみたいなちゃんとした忍者の人たちといれば、うん、こういう感じでもう出演させていただいてますね。一番右の人もすごいね、なんかそうですね、あの宇治神さんとこのお弟子さん、じゃあ次お願いします。あ、これがさっきみたいな、格闘技のリングで、格闘技イベントでも忍者ショーやってくれるってことなんで、最高でしたね、リングの上、リングの上でやらせていただいて。狭くないんですか、大丈夫ですかね、やっぱり狭そうな気がちゃんとそこも踏まえて作っていくんですよ、このスペースでこうできるようにっていう。楽しかったですね。あの人数であそこに6人でここにいるのは結構しかも刀振りますんで皆さん。でもほらプロレスとかでほらもっと大きい人たちがバトルロイヤルで20人ぐらいで上がるんだよな。すごくいい経験でしたね。刀持ってて、ね、ちょっと大変だなと思います。そうですね、やっぱマット切っちゃったりとかロープ傷つけちゃったりとかっていう方が気遣いますよね。あ、次ですかね。これはこれもやっぱり歌とあれですね、最後のフィニッシュ、ね、あ、フィニッシュですね、うん、これも歌とね、そうですね、30年30周年アニバーサリー、これが山口香織さん、ね、あ、はいはい、山口香織さん、はい、呼ばれて面白そうですね、これもね、広ければ広いなんか構成が考えられるんで、ね、うん、楽しいですね。本当に舞台の上のキャットウォーからロープで降りてきたりとか、うん、そういうこともやるんで、本当スパイダーマンみたいな、はい、すごいですね。たまに絡まっちゃって途中で行かなくなっちゃったけど、なんとかに降りれない、降りれないみたいな、トラブルはつきものですから そのままいるんですか。いやいや、なんとかほどいて降りてきてるね。よかった。次の写真、あ、これはねちょっとねまた別なんですけども、僕は忍者を生業にしてるんですけども、忍者は本職なんですけども、はい、たまにお声掛けさせられて、うん、俳優もやってるんですよ、普通俳優さんが忍者演じるじゃないですか、うちは、忍者がたまにバイトで俳優やってる、でこれはね、あの神山の村上先生の極道のもんの、はい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 、翼流スタートうちのメンバー中のみんなで、右から4人目の方が頭ですか。すごいです迫力がすごいと思うね。そうちょっとこの写真見たら怖くなっちゃう。すごく優しいですけどね。これは役だから。役だから。役だから。役はでも。シティーボーイもすごいじゃない、なんかあの目が。これははい、ね、奇跡のシンガーですね。ね、あれ見に行きました、ね。奇跡のシンガーで、電車ホールでやった時の。またこの時なぜか僕だけヤクザの通知役なんですよね。似合ってるじゃないですか。じゃあこれ伊勢さんね、ここでも画面を持ってらっしゃる、ね、伊勢さんも奇跡のシーンが一緒だったね、出られましたね、怖い怖い連続でこれ、これちゃんとこれ役なんでこれお芝居なんで、ね、怖い怖い、さすがだね。もうだから海監督に言われました、普段通りやってって役作りなしって演技しないでいいからって言われて言うね、返さんでもいいんじゃないかと思います。続いてはこれがまだ浅草公会堂でデビューして団体立ち上げたばっかりの頃ですね、うん、それこそ BS の関東放送12周年の5時間収録の特番に呼ばれたんですよ、うん、右が頭だと思うんですけど、うん、やっぱ脚力っていうか飛び蹴りしてますよね、飛び蹴りよくあんなに足が上がれますよ、ね、あれからまたさらに上げるんで鍛錬してるってことですよ ね、 ですね。他にあ、なんかいいですか、あ、これはもう忍びの里と七人の影って映画の、うん、まあシーンですね、ワンシーン、はい、他にもありそうですね、大方が武道さんですね、ですね、武道さん、生粋の忍者ですね、はい、これも撮影シーンですね、なんでしょうね、この町娘じゃないんです、今そうですね、町娘襲ってる忍者が町娘はあんな派手な格好してませんよね、まあもう、他にはそうですね、これもやっぱり上のサムライフェスの時のシーンですね、
あれこれなんか 古そうな感じ。そうですね、古くはないんですか。そうです、これはこの映画のコンテンツが黒澤明さんに寄せた感じの作品を作りたいってことだったんで、うん、テイストになってますね。おかっこいいじゃないですか。白黒になるだけでだいぶ違います、ね。うん、そうですね、緊迫感が出てくる感じで、でこれ今度第2弾がそのうち始まるんですよ。またそれは大変なこと。楽しみですね。いろいろと見せていただきましてありがとうございます。まあズバリ柏にとって忍者とは何でしょうね、自分の中で、うん、もう今となってもライフワークですよね、うん、結局その今まで自分が歩んできた、うん、その上野零士っていうことよりも、うんうん、浅草市の舞台シャドウ柏っていうことでもう世の中に定着しちゃってるんで、うん、もう何においても本当にこの演じてる時だけじゃなくて、うん、もうそこを僕にとっても外せないし、うんうん、仲間もいますし、うん、本当にライフワークですよね。忍者がもう僕の生活ですよね、うん、はい、お二人にとっては何でしょう、忍者自分の中でですね。もう僕いいですか。どうぞどうぞ。先に喋っちゃいますけど、本当やっぱそうですね、生きていく中でずっとこれからも会っていくことなので、やっぱそのもっともっと僕を学び、これから精進していきたいなっていう感じです。私にとっても本当日常というか、もう今生活の一部になってますので、やはりこれからも大事にしていきたいと思っております。日常の一部になっちゃった、はい、すごいですね。いいです。僕に巻き込み事故を食らってる人です。この、ね、番組の、ね、テーマの隠しテーマなんですけどね、人生を楽しむコツなんですけども、柏なんでしょう。そうですね、その僕思うんですけど、はい、例えば歌の上手な方ってなんで上手かっていうと、うん、下手な方がいらっしゃるじゃないですか。比べるものがあってなんで、うん、楽しむんだったら、うん、例えばずっと楽しいと楽しんだかなんだか分かんないですよね、比べるものがないんで、うんうんうん、だから2楽しいことをしたいんだったら8苦労しろっていう、うん、僕はそんな感じで生きてますね。そうするとその苦労した分、うん、2つの楽しみっていうのはより楽しかったり感動を得られるんで、まあ、そういう努力で生きていこうかな。素晴らしい努力。どうですかお二人、努力ですね。僕笑うことですね、できるだけ、ね、生きてる中で笑って過ごせることが。翼さん、はい、どうですか。やはり先ほどのもお二人のお話になりますけど、やっぱりお客様が笑顔で、うん、っていうことが私たちの多分笑いというか笑顔になると思うので、うん、楽しんでいきたいと。はい、という間の、ね、50分間でしたけどもね、早いです ね本当にいろいろ、まあ、まだまだ聞きたいんですけど、またお呼びするかもしれない。いやありがとうございます。さてここでね、ちょっと私のねコンサートのお知らせをもう一回させていただいていいでしょうかね。明日の午後2時からです。大阪の地下鉄心斎橋駅から徒歩5分の場所にありますアートクラブで小倉浩二バースデーコンサート in 大阪を開催します。そしてね、チラシはないんですけども、来月の6月15日土曜日の午後1時と午後4時から浅草木馬亭で開催されますお笑い浅草21世紀の歌のゲストとして、歌のゲストとしてね出演させていただきますのでね、こちらもよろしくお願いします。番組では皆様からの感想やね温かいメッセージをお待ちしています。メール素敵な人とアットマーク gmail.com までね、どしどしとお寄せください、ね、次回は6月22日土曜日の午後6時からの生放送でシンガーソングライターのね、サーノボルひねどぶさんをスタジオにお迎えします。ぜひね、楽しみにしてください。では最後に一言ずつ、なんかこれからの抱負とかありましたら。これからの抱負、はい、まあ本当に見てくださる方、忍者文化をより広げて、もう本当素晴らしいステージ、大きなステージで、うん、インバウンドで迎え入れるだけじゃなくて、できたら我々の方が海外の地に立って忍者を広げていけたらいいなと思います。楽しみですね、期待してます。どうでしょうお二人は。僕もそうですね、柏がもう思いを伝えてくれてるの、僕も同じく思っちゃいますけど、楽しく皆さんで怪我なく、いつかシャンソンと一緒にできれば最高な、はい、舞台になるんじゃないかなと。逆に言うと言われてしまいましたが、まあ、今回もこのご縁をいただいたので、ぜひ今度は小倉さんのコンサートに、はい、
ぜひお願いします、ね、はい、私も動きが悪すぎてしょうがないからなんかできることがいいなと体がもうだいぶ固まってますからねということで今日のゲストはですね、浅草市民舞台シャドウの、ね、皆さんをご紹介お迎えしました。本当に皆様お忙しい中ね、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回まで皆さんごきげんよう。ではまた来月お会いしましょう。いい夜を。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。